クーンラート・ムーラインは、オランダ・ロッテルダム出身のサッカー選手。50年代半ばから70年代初頭にかけて、フェイエノールトと、オランダ代表でプレーした左ウィンガー。フェイエノールトのクラブアイコン、ミスター・フェイエノールトであり、史上最高のフェイエノールダーと呼ばれている。17歳の時に、ロッテルダムのクセルクセ d z b でデビュー。大きな才能を示し、 1955年夏に同じ街のスパルタ・ロッテルダムとの争奪戦を制したフェーノールトへ移籍した。当時としては高額な移籍金28.000グルデンであった。1955年9月18日ホームでの MVV 戦でムーラインはフェーノールトでの公式戦デビュー。左サイドからスペクタクルで比類なきアクションを見せた。 キャリアの初期において、ムーラインは、試合のほとんどを、自らの決断で決めることができる選手であり、60年代初頭に、バルセロナが、ムーラインを買い取ろうと連絡。しかし彼は、そのオファーに応えずに、ロッテルダムに残った。愛するフェイエーノールトとロッテルダムを去りたくないという、気持ちからだったが、後に彼は、バルセロナへ行っていたら、もっと有名になっていただろうと後悔する発言も、 していた。オフェイ・キントファルと共に、クラブで観客の人気者となっていた、ムーラインは、1970年に UEFA チャンピオンズカップ決勝で、スコットランドのセルティックを破り、オランダのクラブで、初めて同大会を制した。数ヶ月後には、エストリアンテスを破って、クラブ世界一に。この後は、 ムーランはチームメイトに頼るようになったが、依然としてチームにとって重要な選手であり続け、フェーノールトでの17シーズンでリーグ戦4 8 7出場はクラブ歴代トップ。ムーラインはフェーノールトでオランダリーグ優勝5回、彼と共にロッテルダムのクラブは欧州の競合に成長した。オランダ代表においては、 1957年から1969年にかけての14年間で38試合に出場を4得点を記録した。1試合に10回は決定的なアクションを見せたが、そのプレイスタイルはしばしば不安定さと混乱をもたらし、代表監督からはたびたびオランダ代表にとっての価値を疑われた。クーン・ムーラインはフェーノールトとロッテルダムにとっての重要な 象徴とされている。フェーノールとのチーム内での彼の存在が、クラブの成功にとって、大きな役割を果たしたのは、もちろん、ハンデンはアイトデマウエンメンタリティが、戦後の復興をしようとする町にとって、彼がおそらく最大の代表的存在になったからで、あろう。2009年10月にムーラインの電気が出版。トムはコプライアースによって、デカイプの前提に、等身大の銅像も建てられた。 1970年4月30日からは、リデルインでオルデファン・オラン・イエナスサウの称号を授かる。晩年には、デカイプのスカイボックスで、フェーノールとの試合を観戦していた。ムーラインが亡くなった翌日2011年1月5日に、ヘッド・カステールで行われたスパルタ・ロッテルダムとのジル・フェーレン・バールで、フェーノールとは黙祷と勝利を捧げた。デカイプから出発して、 ロッテルダム市内中心を通った総列では街中の道沿いでフェイノールとサポーターが発煙筒を焚きフェイノールトリートを歌ってムーラインへの最後のお別れを行った。特に最も多くのフェイノールダーが集まった市議会場前にはムーランの写真と公園やイブライジャフトで黒ロトスタの文字が入った弾幕が掲げられた。ロッテルダム市長アバーテイレブはクーンムーラインは ロッテルダムのモットーであるゲーン・ボーデン・マー・ダデンの象徴的存在と語り、その死を受けて通りか、広場に彼の名を残すことを家族と話し合い、2011年にデカイプのマラソン通りがクーン・ムーライン通りへと改名された。ムーラインが亡くなって5年目を迎える2015年12月22日に、フォックスによって制作されたドキュメンタリー番組、公演が放送された。 ドキュメンタリー番組、公演の中で、チームメイトだった、フェーノールトレ代、トップスコアラーコルファンデルハイプは、クーンが私のチームにいなかったら私は、決して、トップスコアラーにはなれなかった。ゴール数は多分半分くらいになっていただろう。彼のラストパスのセンスは信じがたいものがあり、ボールを持つと非常に危険な存在だった。 ひいきめに思えるだろうが、リオネル・メッシのレベルをはるかに上回っていたと思う。クーン・ムーラインはあらゆることができたんだ。特典、個人技、忍耐力もだ。尋常でないものをいくつも見たよと語っている。ありがとうございます。